皆んんんここんにちはこんばんはば今回はですね小室圭さんと眞子さまが結婚すれば、結婚一時金約1億4000万円という我々の税金、まあ簡単に言ったら国民からのご祝儀がすべてきっちり満額支給される見込みなのですが、そのお金っていうのはどういうふうな形で使うのかっていうのを調べてたら、とりあえず2人が住む新居の物件を購入する費用に充てることが多いのではないかというね予想をされてるんですよ。まあ、確かかに言われてみたたらそうかなと思ったんですけど あでも、党の小室さんはニューヨークにおるから早くても来年以降になるんじゃないかとうう言われているわけですがまあそんな中、なんと秋篠宮邸も約33億円を追加して増築しているというね記事があったのでちょっとそちらについてお話しさせてもらおうかなと思いますよろししくお願い,いたします。 秋篠宮様が11月の誕生日会見で認めると発言されたことで、真子様と小室圭さんの結婚は確実となった。一方、真子様がご結婚についてのお気持ちの文書で、今の時点で具体的なものをお知らせすることは難しい状況です。と記されているように、結婚式や新居もなどはまだ決まっていない。ニューヨークに留学中の小室さんは21年5月にフォーダム大学のロースクールを卒業し、7月にニューヨーク州の司法試験を受けるとみられる。小室さんが帰国するまでご結婚の日程調整をするのは難しいでしょう。そうすると挙式は22年になるので ないでしょうかお二人の新婚の生活で特に注目を集めると思われるのが新居についてだが実は秋篠宮ご一家は19年3月にお引っ越しをされたばかりご一家が97年から過ごされてきた秋篠宮邸は皇子となられた秋篠宮様の活動が拡大することを踏まえて19年から約33億円を費やして増築工事が行われている工事が完了した秋篠宮邸にご一家が暮らし始めるのは22年3月になる予定だその工事の間秋篠宮ご一家は 赤坂御用地内の約9億8000万円かけて新設された五角漁にお住まいになることに現在真子様もご家族と一緒に五角漁に住まれているがそれは想定外の事態だったと皇室ジャーナリストは語る本来なら18年11月4日に真子様と小室さんは結婚式を挙げるはずでしたしかし秋篠宮ご一家が五角漁に引っ越しされた19年3月にはもう真子様は小室さんとの新婚生活をスタートされているはずだったのです結婚が2年以上も延期され五角漁での暮らしがこんなにも長く続くとは真子様は予想だにされていなかった だったでしょう。 このままでは、秋篠宮邸の改修が終わる22年3月までに真子様が結婚式を挙げられるかも微妙な状況なのだ。ただ、結婚が確定的になった以上、真子様は小室さんと暮らす新居についてもすぐにご検討し始めていることだろう。真子様は公籍離脱に伴い、約1億4千万円の一時金を受け取られる見込みだ。セキュリティのしっかりした高級マンションを選ぶとなれば、1億円前後の物件が予想される。上皇ご夫妻の長女、さや子さんと黒田さん夫妻は、結婚後約1億円で都内の新築マンションを購入している。さや子さんが三分の二をキャッシュで支払い、 黒田さんがローンを組んで残りの3分の1を負担している支払いには一時金が充てられたとみられるただもし眞子さまと小室さんがオクションを購入するとなると実質上の所有者は眞子さまになる可能性が高いという帰国したばかりの小室さんには安定した収入が見込めず住宅ローンを組むのは難しいでしょうそうなると眞子さまの一時金でマンション一括購入することになるかもしれません来年の春眞子さまがお住まいになっているのは33億円を費やして回収されたピカピカの秋篠宮邸かそれとも小室さんとのアイ巣スなのかと まあ、というわけなんですけど僕はちょっとね勉強不足であのこのアキシノノミヤ家だったり公室のことっていうのは本当にねこの動画を上げるまでは全く無知な状態だったんですそれこそこれを聞いていただいている視聴者さんの方が よよよっぽどか僕より詳しいと思うんですよねだからこの秋篠宮家が今改修工事をしているっていうことも僕は知らなかったんですよ、まあ、そんな状況の僕が今回はかなり感情論を爆発させて話させてもらおうかなと思ってるんですけどまず小室さんと真子様が結婚するっていうのは論外だっていう前提を置いといて秋篠宮家を増築するのに33億円かかるんですか ででぶっっちゃけ3億3千万でもやばいっすよねこれは僕の金銭感覚とか、そういう皇室のお金っていうのがちょっとね、よく分かってないからか分かんないですけど、言うても、これ全部税金なんですよね、それを家を増築する、改修するために33億円使うっていうのは、さすがにね、やりすぎかなって僕は思うんですよ。 まあはっきり言ったら、今のこの状況でね、そんな贅沢せんといてくれって思うんですよ。まあ、それはね、19年から拡大工事が入ってるよってことなんで、コロナ関係ないといえば関係ないですが、さすがにね、その前からでも33億円の税金を投入して、増築するっていうのは、僕はちょっとね、金銭感覚おかしいんちゃうかなと思うんですよね。皇室の方が贅沢するなって言ってるわけじゃないんですよ。もちろん国民の象徴やから、それなりのお金をかけるところはかけたらいいと思うんですが、さすがに19年3月に引っ越したばかりのね、この状態で、 そこから仕事、つまり公務が拡大するだろうからって言って、33億円を費やして増築工事、アホなことやってんちゃうぞって思うんですよ、あとはまあ、掃除大変やろなとかね、まあ、そんなことも思っちゃいますけどね。いや、だって正直さ、何に使うん、33億円も。もちろん、一般の我々が買うとなった場合は、その土地代から建物代っていうことまで、すべてかかってきますよね、だけど、まず土地代はいらないですよね、多分そうなってくると、上っ面だけで33億ですか。 何人で住むいや、僕の知る限り、秋秋秋の宮家は5人家族なんですけどね、まあ。5人で住むにしてはちょっとやりすぎちゃうかなって思いますけどね。だって、今その工事の間でも、その赤坂の御用地内のこの五花宮女っていうのに住んでるんでしょそれでも約9億8千万、もう10億ですよ。10億の、要は仮住まいに住んでるわけですよね。もう十分やん。国民からしたらね、その十分の1、1億円でも大豪邸ですよ。 だって、眞子様の結婚一時金1億4000万でも凄まじい金額ですよ。なのにもう桁違うじゃないですか。それはもう国民のご祝儀とね、家の増築費を一緒にするなって言われたらそうかもしれへんけど、まあ、ちょっとこの金額を見て僕は目ん玉飛び出そうにはなりましたけどね。まあそれは皇室の方とね、我々一般国民では身分が違うっていうのは重々承知で言わせてもらいますけどね。こんな要はリフォームでしょ このリフォームに33億円、でさらに国民の大半が反対している結婚、それのご祝儀として1億4000万持ってかれて、まあ、1億円ぐらいの物件を税金で一括購入でしょ、かたや我々一般国民が家を買おうと思ったら、35年ローンを組んでですよ、必死にこのコロナの状態でも仕事して返していって、さらにそこからさ、固定資産税で追い打ちの税金払っていくわけでしょ、で、その税金っていうのが、こういうリフォームだったり、和子様の一時金に使われる。 なんで税金払わなあかの、バカバカしいって思ってしまいますね。今回のこのコロナの状況で、国民は1人当たり10万円の給付金で、どれだけ喜んだか、持続化給付金の100万、200万円で、とりあえず1ヶ月をしのげた人がどれぐらい多いかって話なんですよね、でもそのもらったお金ですら、税金に消えた人が何人いるねんって話。 だけどそれは国民に納税の義務があるから仕方ない。だとしたらその納税したものをきっちりした分配方法をしてほしい。だけど使い道が小室圭さんへの結婚一時金だったり家の回収費用になってるんでしょだったらお上の考えていることはたった一つ。国民なんて ATM なんですよ。こういうふうに優先順位が自分たちメインになってるから、 ヘイトが皇室に向いてるってことになんで気づかんのかなと思いますけどねもちろん元々は小室圭さんと眞子さまの結婚が全ての始まりなんですがそこからもう秋篠宮家がいらないんじゃないかっていうふうにもなってきただけどあくまでそれは皇室のこういうニュースに興味のある方のお話それを一般的に見れば 皇室のお話としか捉えへんから、ヘイト自体がアキシノノミヤ家以外にも、それこそ天皇陛下だったりも向いてくるわけなんですよ。だから今アキシノノミヤ家のやっていることは、皇族の質の低下なんですよ。今のコロナ禍で解雇雇い止め、そして倒産件数っていうのが何万っていう数ですよ。そんな人たちからしたら、税金をなんでお前たちに渡さなければならないんだしか思わないわけですよね。 それこそ、皇族だろうが政府だろうが関係ない。ここ最近で言ったら政治家がボーナスをきっちり満額支給されているだったり、菅総理のステーキの会食だったりね、いろいろあるわけじゃないですか。当然、菅さんのやっているこの会食っていう部分がまずいんですが、お金のない人からしたら、その高級ステーキっていう部分が一番ネックになってくる人もおるんですよ。本来は会食がまずいことやのに、なんでこんなみんな金ないっつってるのに、高級ステーキ食ってんのになっちゃうんですよね。 今回のこの秋篠宮家の増築でもそう、ちょっとね、これ言葉悪くなるかもしれませんけど、今ね、そんな人たちからしたら、皇室の方のお言葉なんて別にいらないんですよ。それこそ秋篠宮家の増築費用33億円の方がよっぽどか嬉しいですよ。だから今コロナ大変やけど、一人一人頑張っていきましょうって言っても、別にありがとうって思わないわけですよ。 そこにね、支えながらって言って、支援金を添えられて、初めてありがとうって思うわけですからね、もうそれぐらい国民は切羽詰まってんですよ、しかもリフォームしてるから、今は仮の家に住んでいる、そのお金が新築建てて10億かかっている、バカにしてんのかしか思わないですよ、やっぱり。で、まあ、ちょっとダラダラ話しちゃったんで、あの記事の方に戻りますけども、ちょっとね、僕、1個疑問があるんですけど、この今、仮の家あるじゃないですか、10億円かけたね、この五家偶所ってやつ。これね 22年の3月の改修工事が終わって、秋篠宮家が本来の家に戻った場合、この家どうなるんですかねもう空になるんですかそれとも、また誰か住むんですかねここに。で、まあ、この記事の最後にね、来年の春に真子様が住んでるのは、改修終わった秋篠宮家なのか、それとも小室さんとのアイヌスなのかって書いてるけど、この小室さんと住むところがマンションっていうのは決まってるんですかこの仮の家に住むっていう可能性はないんですかね まちょっとね、それ知ってる方いたらね、教えてほしいなって思うんですよね、まあ、これは単純に僕の素朴な疑問として、だってこんな10億っていう立派な家があって、それが引っ越したら空になったらさ、もったいないじゃないですか、まあ、そこに眞子さまと小室さんが住めって言ってるわけじゃないんですよ、だってもともと結婚なんてしてほしくないですからね、そうじゃなくて、この家っていうのは今後どうなっていくのかなっていうのが、もう単純な疑問なんですよね。 まあただこの家にね、眞子さまが住んでるのもね、結婚が2年以上伸びてるから、結構予想外だった、いうふうに書かれてますけど、眞子さまはここまでわがまま娘だったっていうことの方が、我々からしたら予想外でしたけどね、さらに秋篠宮家の結婚についてのお話は、まあ十分わかってるんですけども、それ以外の部分、この結婚一時金だったり、こういう新居に関してのお金の部分、税金に関しての発言っていうのが、一度もない。 国民からの血税で我々は生活させてもらっているっていうね、感覚がないっていうことの方が、僕は予想外でしたけどね。 はいえー、というわけで今回は眞子様と小室圭さんの新居問題からの派生で、秋篠宮家は19年から33億円を費やして増築工事をしていたということが終わったので、そちらについてお話しさせていただきました、まあ、ぶっちゃけね、33億円って何に使ってんのってすげえ思いますよ、だって上っ面だけでしょ、国民からしたら、その10分の1、3億3000万でも大豪邸、下手し100分の1、3300万でもそこそこの家買えますからね、でその工事の間に住んでいる仮住まいが新居で建てて、それが約10億円。 いやもう金銭感覚おかしいですよ、それだけでさ、43億ですからね当然、この着工工事自体は19年からってことですけども、ほんまね、あの気持ちだけで言わせていただいたら、その金あったら、コロナ禍で何人人救えたんやって思ってしまいますね、もっと言ったら、こんなことに税金使われるんだったら、なんで払わなあかんねん、バカバカしい、いこれしか思わないですね。 はい。ちょっとね、暴言が過ぎてしまいましたけども、今回はこれで終わりたいと思います。えー、またこの動画が面白かったらチャンネル登録や他の動画も見ていってください。以上です。ありがとうございました。